です。今日は事前にインスタで質問募集したものに答えていきたいと思います。今初めて開くから。何してるか全く分かんない。Let's go。一番好きな食べ物って何ですか？じゃがりこです。じゃがりこアイス生ハムが私の中でベスト3。夢があれば教えてください。夢？自分の活動を見て、私も同じような仕事をやりたいっていう子たちが出てきたりとか、心のバリアフリーを広めたいっていうのが一番大きいんだけど、まあ、有名なテレビに出たりとかですかね。最終的には作り手に行くことです。化粧をうまくする方法はありますか？化粧はもうマジでやるのみ。今一番行きたい国はどこですか？夢の国。これあり？あり。これ海外で言うたらフランス。笑顔あふれるのはとても気持ちいいです。ありがとうございます。笑顔大事にします。結婚されてますか？してません。未婚です。子供もいません。不便度だと感じることはありますか？不便。車椅子生活ってことでね、高いところが届かないとか、もしくは荷物をたくさん運べないってことかな。キャリーケース運べないとか、そういったことかな。メイクの仕方を知りたい。メイクの仕方は TikTok に一応バーってざっと出してるんですけど、そちらを見ていただいた方が早いけど、まあ、ゆくゆくメイク動画も撮っていきたいなと思います。リンク貼っときます。好きな飲み物とかは何ですか？私基本的には映えてるものしか飲まない。なんか味っていうよりもなんか映えジュースでいつも頼んでるから、外でレストランとかでなんか飲み物頼むときは映えてるソーダとかカクテルとかあれば頼むけど、そうじゃなかったら基本的には私はお水しか飲まないから、昔はすごいジュース飲んでたけど、その時はファンタオレンジが好きだったけど、今はもう全然ジュース買わなくなりました。あ、でも最近1個だけ買ったの、まだ飲んでないけど、ゴボティのマスカットティーソーダの気になって、なんかしかもラベルがディズニーだったんで買って、まだ冷やしてないです。ミュウさんのポジティブになれるコツはありますか？人と比べないことですね。なんか過去の自分と比べる。私は髪めっちゃ綺麗なんで、どんな日焼けをするか気になります。あんまね、すごい徹底的にはしないです。なんか髪の毛、髪質はお母さんになんだけど、遺伝っていうのもあると思います。まあ、でもね、濡れたまま寝ないとか、ちゃんとそのタオルドライした後にドライヤーする、その自然乾燥ってことをしないとか、そういうのはあるかな。ここだけは譲れないみたいな、みゆちゃん自身にとって妥協できないこととかある？何言われてるのは、そんなに恋愛に対して譲れないのか、友達付き合いなのか、仕事なのかによっても違うけど、でも強いてトータル的に言うんだったら、写真のこだわりが譲れないって感じかな。彼氏いますか？いません。もう5、6年ぐらいないよ。腕の筋肉とか結構つく。腕の筋肉は私はその車椅子紹介の動画を過去に上げてるので、そちらはよかったら詳しく見ていただけたら嬉しいんですけど、電動アシストのタイプ使ってるので、完全手動の方に比べたらつきにくいかなとは思います。歩けてた頃と比べたら多少はつきました。結婚願望とかあるの？あります。めちゃくちゃあります。お尻に負担かかって擦れて痛くなったりしますか？あります。もうしょっちゅうお尻とか腰とかは痛くなります。初恋失敗しない方法教えてください。難しい。当たってくわけもみたいな感じだ。何もしないで、ね、言っとけばよかったなみたいになるよりは、ここだって思った時になんか打ち上げる。みゆちゃんも怒る時ってあるのかな？あるよあるよ、全然あるよ怒る時なんて。結婚してください。めっちゃなんかさ、結構これ多いよ。結婚してくださいとか付き合いたいですとかっていうのは、他の SNS でもコメント多いんだけど、ほんとそこまで思ってくるのはめちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいけど、まあここ1年で結婚することとか、多分お付き合いすることっていうのはほぼほぼ確率じゃないと思います。結婚がもあるからゆくゆくは考えたいけど、今現状結婚とか付き合うっていうことはすぐはしないかな。やっぱやりたい仕事、やりたいこといっぱいあるから、それをやり遂げてからっていう気持ちが強いので。でもありがとう気持ちは。好きな男のタイプはどんな男ですか？優しい人、あとタバコ吸ってない人かな。あとはなんか口調が荒くない人
な。髪はずっと長いままですか？ショートにしたことはありますか？今は結構短いです。これ結構短い。まあ、これ質問もらった時が、まだ髪の毛公開しなかったと思うんだけど、ここ十何年で一番短い感じです。今まで行った県はどこが良かったですか？良かった県はいっぱいあって、北海道も楽しいし、山形も楽しかったし、広島も楽しかったし、熊本も楽しかったし、いつあるんだよね。あ、金沢も楽しかったな。いっぱいあります。一個じゃ絞れません。好きな季節いつですか？答えていたらごめんなさい。秋が一番好きです。今、終わりか、秋は。あ、終わったか。オリンピックの競技も見れましたか？あ、リアルでってことかな？リアルでは見れてないです。現場では見れてないです。いつも応援してます。サンリオで好きなキャラクターいますか？採用してほしいって。もう、いつも応援してます。ありがとうございます。サンリオはもう、マイメロ推しです。ピロランド行った時にマイメロ推しの格好してますよ、よく。あと、私のキャリーケースは、マイメロです。みゆさん、結婚とかどう考えてますか？旦那様に求めることとか、理想の生活について聞かせてください。夫婦生活とか、結婚生活、子供が欲しいとかっていうよりも、披露宴願望がめちゃくちゃ強いです。旦那様に求めることは、まあ、タバコ吸ってないことと、虫が退治できること。できれば、ネット関係に強い人っていうのかな。例えばだけど、私引っ越しするときに、Wi-Fi の設定とか全然できなくて、お父さんにお願いしたんだけど、そういうのとか、日常生活で必要最低限の、こうなんかネット関係ができる人がいいな。自分ができないから。理想の生活は、できれば毎日同じ時間に帰ってくるタイプじゃない人。あ、でも、まあ、自分が逆に子供いたら逆に私が割と出張多かったら、子育てしやすいようなリズムでもいいかもしれないけど、でも基本的には私が専業主婦になってくれって言わない人がいいです。みゆちゃんはヘルプマークのタグお持ちじゃないみたいですけど、なぜですか？ヘルプマークのタグは、あれって多分緊急時に助けてほしい人が持つんやと思うんやけど、もし自分がなんか急に倒れたら、まあ、助けてくれる人おるやろうなーみたいな、日本人の優しさを願っております。それ、そういうのがなくてもね。まあ、見えない障害を持ってる方たちは多分特に重要かもしれないけど、まあ、私は目に見える障害やから、まあ、そんなに必要性を感じてない自分や。趣味は何ですか？お菓子作りとセルフネイルと、まあコスプレは時々します。海とかプールとかも行きますか？写真あったら投稿してほしいです。私ね、海は、まあ海岸までとかは行くけど、海の中に入ったことはないです。それは健常者の頃からない。歩けてた頃から海に入ったことはないの。でも、なんか、撮影したいことがあるから、それができたら投稿するようにします。プールもね、車椅子になってから行ったことないから、行きたいなと思ってます。なんか企画にしたい、それ。初めてのプールみたいな。小さい頃は、スイミングスクールなんですけど、この体になって書いたことなので、行きたいなと思ったこのコメント見て。もし会った時にサインと握手ってお願いしてもいいですか？もちろん OK です。そう、結構私インスタのストーリーで、出張の時は何月何日にここ何々県行くよとか、投稿するようにしてるので、そちらもしよかったらチェックしていただいて、自分の住んでる県とかに来るってタイミングとか狙ったりとか、会いに行けるなと思った距離感の時に会いに来てくれたら嬉しいです。DM 見てほしいです。結構私 DM はちゃんと見てます。たまに流れちゃうけど、でも基本的には見てて、相当な量もらってるので、返しきれないんですけど、ほとんど返せてないんですけど、たまにね、時間がある時に、返ししたりとか、フォロワーさんの DM は基本的には見るようにはしてます。DM が私の活動の励みになってることが結構多いので、いつもありがとうございます。はい。ということで、今日はですね、ここまでにしたいと思います。結構たくさん、本当に聞きたいことを書いてくれてありがとうございます。全部お答えできなくて本当申し訳ないんですけど、またのね、こういった企画もやりたいなと思ってるので、よかったらインスタの方もチェックしてくれると嬉しいです。はい、ということで、今日は最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしてます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。